届くか。カウンターですよ。さあカウンターを仕掛けます。マテウス、おっと、いいボールですよ。メッシ自分で行く。さあカウンターのチャンスになります。裏を狙う。流れを止めます。ネイマール、ルンメニゲからメッシ、インターセプト。スコールズ、ここはつながりません。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。難しい。そして最後にコントロールギリギリまで見てましたよね。セルビア、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですか。ヘッドだ、不正だ。しかしこれよく止めましたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。アルゼンチンは2本目のコーナーキック。クリア。このピンチをなんとか出します。ジュール組んで、マーテウスからルンメニゲ、サーフリーだ、シュート。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。スコールズ、アルゼンチンとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。ミリンコビッチ、サビッチ、デブライネ、シュート、いやー追加点、セルビア。点差は3点、試合が決まってしまうのか。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いやキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあセルビア3点差までその差を広げています。ジョアン・カンセロ、ミドル、ガシージャス、枠を捉えています。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃を、スコールズ。キーパー素晴らしい対応。ユディがこのボールに触ります。スルーパスを狙う。このゴールキックをカットします。マテウス、メッシが受ける。メッシからルンメニゲ、スペースを狙う。さあ受けるか。マテウス上げる。このボールには合いません。スルーパスを出す。このボールをカットします。ロドリ、アルゼンチンカウンターを仕掛けます。アルゼンチンがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、ヘディングゲット、アルゼンチン。このゴールであと2点です。頭で正確に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。さあアルゼンチン、流れを変える1点となるんでしょうか。チャンス、シュート。いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。
今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。シュート決めた。アルゼンチン前半のアディショナルタイムスコアが動きます。ルンメニゲ、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。さあアルゼンチン1点差に。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。いや北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。いや素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。アルゼンチンとしては後半もね、今の状態をキープしつつ、もうさらに踏み込んだところで相手の隙をついていくというかね、そういったアイデアが必要になりますよね。ヌメロ14アルゼンチン対セルビア、ではこの後も試合をお楽しみください。ではセカンドハーフ見ていきましょう。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、ロドリ、いや展開早くなってきましたね。ムバッペ、スルーパス抜けてくる、フリーで受けた、シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。あのチャンスをよく見えてましたよね。出る瞬間にはチャンスだと思いませんでしたけどね。セルビア、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。裏のスペースを狙う、さあ来たか、これを読んでいた。カンテ、素早いパスで攻め上がっていきます。柔らかいパス、マテウス、うわ展開早くなってきましたね。裏を狙っていきます。このパスが抜ける、ルーベン・ディアス、ここは奪います。シュート、見事なゴールで同点に追いつきます。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。ゴール奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。ムバッペ、今日2点目です。さあ、共に選手交代があるようです。さあ、アルゼンチン、とうとう同点にも、ここから打った、ミトロビッチ、シュートまで行きましたが、ボールが惜しくも枠の外。いや思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。ロドリ、マーティンスへのボール、いい形じゃないですか。ここで丁寧にボールを扱う。スペースへ、どうだ、これはクリア。さあ繋がるか、さあ一気にカウンター。さあムバッペ、さあカウンター、この時間に1点が欲しい。ジョアン・カンセロ、アルゼンチン、これよく追いつきましたね。そうですね、意地と言いますか気持ちを見せてくれましたよね。もう1点この勢いならあるかもしれませんね。
バティストゥータ。さあカウンターを仕掛ける、裏へ届くか、マテウス本日ワンアシストです。スペースを使う、ポイント変えますよ。さあグティ抜けてくると、呼んでいた。ここはシンプルにクリアします。ミトロビッチ、ミトロビッチからスコールズ、抜けてくる、これは合いません。マテウス、ここはドリブルで上がる、裏へのスルーパス。さあコーナーキックはアルゼンチン。アルゼンチンとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。ミトロビッチ危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。スルーパスを出す、ここはつながりません。スコールズ、ロナウドへ。セルビアとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあここでカウンター、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。細かいパス回し、ミトロビッチへ、裏を狙っていきます。お、これいいですよ。カンセロ、これは合いません。ハキミ仕掛けるか、時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。裏を狙う、マラドーナシュート、ハンダノビッチ、キーパーこれよく止めましたね。この落ち着き、判断さすがですよね。頼りになりますよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。ここは一つ重要なセットプレーになりますよね。ボールはクリア、残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。マテウスから大きく縦、アルゼンチンカウンターを仕掛けていきます。裏へ届くか、ポーランド、おいい形ですよ。上げてくる、どうだ、いやー、ポンター、これはゴラッソ、いやー、なんといういやーすごい。得意としているカウンターでも、ここで笛です。4対3、アルゼンチン逆転の試合に決着をつけました。勝利です。しかし北澤さん、終了間際に決勝